すべては正代から3 3三人曹則の大曼荼羅。日蓮大聖人は古今未曾有の法華経の行者上行菩薩の最短内昇九恩願女自寿有心であらせられるその御魂は本物の魂であるすなわち 発信に境地明合する知恵の方針である。また、その魂を墨に染め流すと仰せられるのは王人であるが、それは、そのまま三人が曹息されている。大曼荼羅は、下手本物の三人曹息の到体であるから、これを信じ、余念なく大目を唱えるところ、無差の発信、方針、王人の功徳に明合する。これが 即成仏の要諦である。真により妙法一体を上手およそ妙法蓮華経とは仏の真実の悟りである。その悟りの内容において崩壊の中の十回とその住所のすべてが妙法の全体と説かれている。しかしこの名簿の区別は妙法の理に先方と情報があり。 それが児相において、先方は、訓じて、迷いの主張となり、情報は、訓じて、悟りの物体となる。この物体の悟りが、妙法蓮華経の全体の境外であるが、現実の主張には、名簿の僧として現れている。しかして、この名簿は、そのまま、全体が、発祥、すなわち、妙法のりと示されるのである。故に、 妙法蓮華の実況を信ずる人は、すなわち、東大蓮華の妙体となるが、妙法を信ぜず、因果の正しい道理に反する権教や、仏教外の下道を信ずる者は、妙法蓮華の東体でないと指南されている。名語は、発祥の一理と述べられていることからすれば、妙法を信ずる者も、信じない者も、すべて発祥の一理のはずである。 それならば、真も不真も区別はないと言えるのではなかろうか。この疑問について通すれば、名語の全体が、発祥の一理というのは、あらゆる存在の基本としての真理において一体というのである。一理の語が明らかに、これを示されている。しかし、現実の十回に差別する因果相は、理ではなく事実の姿である。これを理に対し、 自相というこの現実相よりすれば、権教や下道教の信者は、妙法を信じないので、妙法の体とはならない。すなわち、九回に編集する迷いの体のゆえである。実教の妙法を信ずる人は、仏の真の悟りとしての妙法蓮華教と一体となるから、その等体が妙法蓮華と現れる。その心身、すなわち仏である。 しかしまた妙法を信じても真が徹底せず主樹の疑いを残す者は悪縁によって迷いを生じ東大連への尊い境地より転落するゆえに真力を強情に保ち真剣に大目を唱えることが肝要である35門邸の浄道の僧本門の大目の理訳は 仏法と施法の一切にわたるが、大聖人の御所では、当然、仏法ないし、仏法上の表現による指南が多く配される。主上には、迷いのもととなる煩悩、また、それによって行う諸々の作業と、その豪の報いによる主樹の苦悩がある。いわゆる煩悩、豪、苦の賛同で、これが、主上の三座にわたる名望の姿である。 しかるに邪衆の法勉強を捨てて、ご本尊を信じ、題目を唱える功徳により、煩悩は、般若の知恵と展示、業は、下脱の身としての、正常な僧と展示、苦は、発信の徳によって知恵と展示、これら名目苦悩の境外より免れると示される。さらに、境地名号の神議では、末法出現の本人名の教主日蓮大聖人は、無差の王人、 発信、方針の三人を備えたもを凡夫即刻の無差三人であらせられる。我らが、忍法対一のご本尊に、大目を唱え奉る時、因外地如の妙因妙家のゆえに、我々の身が、妙法真樹の力友により、日蓮大聖人と現れる。また、本門の本尊は、本寺南死境地妙号、本の無差の東大蓮への仏である。 因外一女の故に我らが妙法を真受する力優により我らも本門の本尊本門無佐の東大蓮華仏と現れるこれが門弟の浄土の僧である36東大蓮華の聖徳本門の題目を唱える重要な意義内容として東大蓮華の聖徳という東大義唱の指南が存する東大とは 比喩に対するる語である元義牧七に、蓮華飛ぶ法のたの例えについて、一応は、例えによって、兄弟の義を表すと示される。すなわち、本日の訪問は、これを解き表すのが難しいので、例えを、仮想の蓮華に借りて、兄弟を表すると述べている。しかし、採用は、蓮華は例えではなく、直ちに妙法等体の理であるとしている。 すなわち、今、レンの章はこれけ湯にあらず。すなわち、これ、ほっけの訪問なり。ほっけの訪問は、症状にして因が微妙なり。この訪問を名付けて、蓮華となす。すなわち、これ、ほっけ三昧の刀体の名にして、比湯にあらざるなりと示し、さらに、蓮華とは、法の蓮華か、仮想の蓮華かの問いを構え、定めてこれ、法の蓮華なりと断じている。 故に、東大蓮華とは、妙法が直ちに蓮華であり、その東大そのものである。大聖人の弟子旦那となり、正直に、権協書集の邪法邪師の邪義を捨て、正直に、消防彰師の正義を信ずるとき、難解な妙法蓮華をおのずから聖徳し、物価を譲ずる。絵法と商法は一体であるから、その住所は上弱行となり、その商法である主情に、 不思議な妙法蓮華の等体を現ずる故にあくまで新人に徹してご本尊に向かい将来を励むことが大切であるなお比喩の訪問ではイレンコ家家界蓮華家楽蓮上の本邪クロッピや十女実章による蓮華の相棒その他多くの訪問が説かれているがここでは省略する詳細は妙法七次拝合 下巻94ページ蓮華の功を参照37自由出現特読妙法蓮華経の題目を唱える神地として日蓮大聖人の三大秘宝が末法万年のほか人未来祭まで長く留守する大法でありこれは本来仏器に基づくとの確信を持つことが大切である「法華経約王本」には 我が滅度の後後の五百歳の中に円舞台に光線流布して断絶せしむることな剣と説かれているこの法華経の出体は自由の上主上行菩薩の出現である法華本門のはじめゆじっ本において1門名のため愚教の名を聞くため2愚法のため法を広めるため3覇衆のため 財政の主張の釈尊に対する強い市場昇格の執着を発すため。4、憲法のため、釈尊の本地を表すため。との4の理由により、自由・上行菩薩は出現し、釈尊より、結長附属による、四の養蜂の難妙法蓮華経を受けられた。この上行菩薩が、末法に、日蓮大聖人と出現したまい。 下のの妙法をされたのであるその発体は仏法の全体を総括する妙法蓮華経であり故に妙法を唱えるときその苦力が厳然するのである38行者の一心の法と南妙法蓮華経を唱えることはあらゆる五線七線の経典中で最上最高である法華経の意義と功を 直ちにに我が身に呼び表すことである法華経の絵座に出現されて妙法蓮華経の改善真実を証明された他方如来の法刀もその悟りの妙法が四季法として現れ湯源の法刀となったのであるこの法刀は地水火風空の所蔵であり妙法の功徳によってこの五代が四季法の最上の尊業である法刀の形として現れたのである 法華経の行者の一心も、地水河風空の五代、すなわち妙法蓮華経であり、妙法を授事するところ、四季法において、最上最尊の法刀の功毒を成ずる。ゆえに、修行者の一心は、直ちに法刀となり、その真珠の内称において、あらゆる在業の苦悩を離れ、おのずから正常安楽となる善業が成就する。これは、 行者が大目を唱える時法華経の根本精神と一体となりその内省が促進成仏するためであるしたがって正代のところ無料の功毒があるとの心力を持って大目を唱えることが寛行である39光泉流布の大革新大聖人は戦時将に日本ないし世界中の人々が 一同に南妙法蓮華経の題目を唱え、光線流布することを、大革新のもとに述べられた。今、消防の寺院、不教所が日本ないし、内し世界各所に建立され、担当指導教師を中心に、国内外の信徒が信仰に励み、題目を唱えている。すなわち、着々として、大聖人のご近現が実現を始めつつある。 末法は万年妙法ルフの時代でありこの賞状の大法を保ち光線ルフする者は我ら日蓮召集の相続である我らはこの大聖人の御金言を拝し絶対の理力をもって招待し借伏に邁進すべきである四従大木愚頭の根本我らが招待を行う根本として大聖人の万古 不滅のご禁言が損するすなわち戦時長に難病法蓮華経と一切主正に勧めたる人一人もなしこの徳は誰か一点に眼を合わせ視界に肩を並ぶべきや当仰せである大聖人が法華経に予償されたあらゆる大難を受けつつも二人に大目をぐず遊ばされたから我々が今日大目を唱えることができるのであり またこの商題によってのみ即身成仏の代価を得られるのであるその最初に難病法蓮華経を唱えよと一切主上に勧められたのはただ日蓮大聖人お一人におわしますゆえにこの絶大の徳は世界中において対等に眼を合わせるものはなくまた肩を並べるものがないのであるこの大工読を 我らは青に拝し、絶対の確信をもって正大釈伏をすべきである。四十一、正大は、曲がった心を正す。法華経は一大仏教の中心で、大目は法華経の肝心である。ゆえに、大目は一大仏教全体の肝心でもある。大目は、自らも唱え、他の人々にも進めることが。 大きな苦毒を積むのである人々の心はさまざまな過去からの罪業と現在持つ多大な煩悩で歪曲しているそれはあたかも曲がった木のようなものであるその曲がった木もまっすぐな隅縄を打てば建築の材料として使えるように曲がった心は大木の功毒によって自然にまっすぐになるそれには 法華経に説かれてある不思議な功徳を信ずることであり、今日の説くままに素直に信じて唱えることにより、曲がった心もまっすぐになっていくのである。題目は仏の心がそのまま現れているから、無心に唱えるとき、その心がおのずから至上の心に入るのである。題目の尊さを真王に明記することが完了である。 四十二、安楽境地の具現。題目を唱えていくことによって、おのずから、現在世が安穏になり、未来世が良い境遇になると、う護指南がある。現世が安穏になることは、一にかかって、心の安らかな状態が続くことである。一切の人々は、心がいろいろなことに迷うゆえに、心に安らぎがない。妙法十字により、 現世が安穏になると断定すればそんなことがあろうかと反論する人も多いであろうしかし人の心にはまたグフトックの悩みがある欲が深ければ深いほど求めてしかも得られない苦しみは大きいあらゆる人が何らかの欲求による現状不満足の悩みを抱えているのは事実であるまた 愛別陸という愛する親、兄弟、妻子、眷属に分かれる苦しみや温存役という我に縁する憎むべき者と会う苦しみも多く時と境遇の移り変わりによっていろいろに現れる悩みがあることは万人に共通しているそして生命は心と身体によってできているがこの結合によって俺が私がという外識が損する このがが元となって、あらゆる欲望が、穂のように燃え上がる。これが、心身の欲望の、至上な働きによって生ずるご温浄句で、すべての苦悩を弱気するのである。このように、我々の、心身、特に、心は悩みのもとである。この不満足を解決しようとして、人々は、あらゆる工夫や策略を練って、主樹のことを実行するが、 それが次から次へと新しい苦悩を生むに至る。これは全体の融通性に暗いためで生涯の無知な凡夫の心身にとらわれているから結局正しい解決がつかないのである。この苦悩の解決には広大にして根本的な法理を備える題目を信じまた行ずることが官僚である。その法理の層を詳しく言えば。 我々の心身は本来が尊く、不思議なのである。その不思議とは、無知な凡夫の到底考えられないことであるが、しかしまた、これに、三つの真理の大存在がある。その一は、我々自身が絶対空という真理である。その二は、内的原因と外的な縁、つまり、無料の因縁によって、仮に、 がという心身が現れているところの仮の真理であるその3は右2つの真理の一方に偏らずその両方を含み備える中という真理であるがこの3は相対的な格別の存在でなくその一一に他の2が円然として備わる絶対の3足11足3のまどかな法理であるこれはあらゆるものに無限の意義と値打ち すなわち自由、平等、尊厳が備わることを示すゆえに、限りなく尊いのである。この法理は、一切主張の心身と、それによる存在と生活に、おのずから備わっているから、我々の心身は、本来、絶対に円満そのものであり、すべてを正しく照らす知恵と、不動の徳と、さまざまな部分的に派生する善や悪を包含する大善の体なのである。 この大法理が、おのおのにおのずから備わるにもかかわらず、人々は、このことを全く知らず、ただ、小さな自我による、目前の欲求のみにとらわれている。この大法理を、一言にして表した教法が、南明法蓮華経の五時、七時なのである。明法の広さ、大きさ、深さは、盆地で到底、計り知ることはできない。しかし、 妙法を信じて題目を唱えるところにこの法理の体はすなわち我が身であるから妙法の尊い真理価値の内容のすべてがその心身によみがえるのであり求めずして安楽な境外が自然に現れるのである人生百般のあらゆる種類の苦悩もこの妙法全体の真理の中に存在しているからいろいろな理論や理屈の説明による納得で知り得るものでなく ろうことのののない、いありのままの心身において、無さという勇妙不思議な安らぎと善悪を正しく思い切る尊い自覚が厳然するしかしただ心に妙法を観念するだけでは具体的実質的な妙化は得られないすなわち妙法の実体を的として声を出して題目を唱えることが肝要である この妙法のタイトは、公により妙法を所有遊ばす下手本物、日蓮大聖人の大慈悲により表された大曼陀羅ご本尊である。この御本尊を的として真事業することで、妙法の功徳が確立する。ゆえに、一切衆生は、南妙法蓮華経と唱えることにより、真の安楽がある。この安楽の真知をもって、おのおのの与えられた境遇で生活するとき、 悠々として行住座がを楽しむのはこの世界が妙法の世界と達してその中で遊び暮らすことすなわち遊楽の生活である大聖人のご禁言に一切主生難妙法蓮華経と唱うりより他の遊楽なきなりと崩壊の一切を貫く絶対のご指南を拝するこれは我らの心は知らなくとも その一年は崩壊全体に通じているので、あらゆる苦毒を享受する一年三千の仏印、仏家が生まれる。凡夫そのままで、何ら作ることなく、その心身を、仏の体と働きとして、受け持ちいるのである。そこにまた、おのずから、五生前書の福徳も備わる。すなわち、どのような苦しみも楽しみも、それを素直に受けつつ、 またとらわれずに難明法蓮華経と唱えるところすべてを超越しつつ現在をそのまま大楽として受け持ちいる境外であるこれが自受法落の凡夫即物の事業でありまたこれが必ず桁尺物の行に至るのである四十三差別即平等平等即差別難明法蓮華経の大真理は 崩壊全体に変満する。したがって、大目を唱える功徳は、何人においても全く等しい。これについて、大聖人は、死者も愚者も、さらに省裂割るべからずと教示され、それは、愚者の持つ金も、死者の持つ金も、愚者の日も、死者の日も、その差別はないのと同じであるという例えである。確かに差別はないが、 これを使用する場合、死者と愚者の違いが生ずる。死者は、現在と将来に備えて、正しく意義ある活用をするが、愚者は、先行きも考えず無駄に飛翔したり、自他が迷惑するような使い方をする。これを、仏法の本義から見れば、法華経の心に背いて唱えるのは愚者であり、法華経の心に従って唱えるのは死者であって、そこに差別が存するのである。 法華経の心によって唱えるとは、仏の大事妃を深く信じ、自他一体同心にして、事業を受けた、法華経の正義を増長することである。これに対し、法華経の心に背くとは、いろいろな形で方々大天の姿があるが、その因となることにつき、法華経比喩本に重視希望が説かれている。これは、一に教万、二に桁体、三に経が。 死に戦死期五に弱欲六に不毛、七に不信、八に貧縮、九に疑惑、十に誹謗、十,に謗十一に強善十二に増善十三に失善十四に根善であり、さらに、この重視誹謗は、在家、出家に渡るべし、恐るべし恐るべしとの大聖人のご指南が配される。法華経を保つ者は仏であり。 これを棒ずれば罪を得る。互いの仏懐の功績を尊重し、唱える大木の功績は、釈尊の極毒と等しいと仰せられている。この誹謗の行為は、右十四誹謗の中の第一の狂慢すなわち汚り高ぶる心が元をなすのである。この狂慢が原因となり、他の十三誹謗もことごとく行うようになる。精神の相続は、 この原因をはっきり見定め、正しい事業桁の題目を行示なければならない。